さあ、コーヒーフェスティバルにやってきました。There you go. Hey, you made some bancho? Yeah. さあね、ザ・ネクスト・ジェネレーション・オブ・デイリーダッチマスター、ダッチマスター、あ、出ましたね。ミルクといえばクイーンズデイリーね。ここのミルクは美味しい。ここのミルクは美味しいよ。オートリー、わー、オートリー出てますね。さあ、なんかイベントが行われるみたいですね、ここは。なんかでも規模がちっちゃくなってますね、やっぱり。あ、やっぱ今までよりのよりはちっちゃくなってる感じありますね。コーヒーかけアルコール、さあ、いっぱいありますね、コーヒーマシンが。あ、これはな、バックトゥーブラックのコーヒーじゃないですか。
臭いんです。はい、ということで、いやー行ってきましたね、コーヒーフェスティバルね、いかがだったでしょうか。感想としてはもうめっちゃちっちゃくなってましたね。3年ぶりのコーヒーフェスティバルね、開催だってちょっと楽しみにしたんですけど、3年ぶりだから結構気合い入れて大きな感じでやるのかなと思ったら、真逆、もうめちゃめちゃ規模ちっちゃくなってましたね、コーヒーフェスティバルね。残念、もう来年は行かないんじゃないかなと思った次第ですね。なんかコーヒーツールとかね、昔はいっぱい売ってて、ドリッパーとかなんかね、新しいツールだとか売ってたとこも全然なかったですね。もうまあ知らないね、僕も不景気、不景気関係ないか、コロナ開けたばっかりなんで仕方ないですね。まあでもそんな中でもね、コーヒー豆をねちょっとゲットしてきましたよ。はい、今は何でも生きがいっていう言葉が使われてますけどね、生きがいコーヒー、これはね、エルサルバドールのね、コーヒー豆、ね、最近ねエルサルバドールちょっとハマってて美味しいですね。そしてこれ初めて見ましたね。これなんかコーヒーフェスティバル行く前にインスタグラムでなんか、じゃあコーヒーフェスティバルで会いましょうみたいな感じで流してたから、まんまとちょっと行ってみたんですけど、ヘンリーズコーヒーね、これね、ライデンかなんか、多分ライデンだったかな、ハーレかライデンか、ライデンかなんかってもあるんですよね、ヘンリーズコーヒーさんね。そしてなんと初めて見ましたね、上島コーヒー、上島さんコーヒーがあったんで、これもちょっと楽しんで、日本のなんか東京ローストって、上島コーヒー神戸って書いてあったんですけど、なんか東京ローストって書いてあったんで、まあ、このコーヒーも買ってみました。さあどれを飲んでみましょうかね。価格帯で言えばね、ちょっとピンキリみたいで買ってみたんですよね。この生きがいコーヒーがまあスタンダードな感じですかね。250g 入ってて11ユーロ、まあ大体まあその辺で、ね、スタンダードな感じ。この上島コーヒーさんで、これで 250g 入って5ユーロなんですよね。これはまあ特別価格なのかよく分かんないですけど、5ユーロで売ってましたね。そしてこのヘンリーズコーヒーさん、これは200g で、15ユーロ、ね、200g で15ユーロしましたね。さあどれを飲んで、まあね、ピンキリなんでこれでまたちょっと舌が鍛えられるかなっていう感じ。でもやっぱ生きがいかな、今日はちょっと生きがいコーヒーをこれからね飲んでみようと思いますよ。
どんな生きがいが、ね、あるんでしょうか。さあ、あ、感じますね、生きがい、ね、なるほど、こんな感じですか。まあ、一言で言うと生きがい。さあ、これをちょっとね、置いていきたいと思いますよ。あ、いいね、いいですね、いいですね。さあ、出来上がりましたね。2分40秒で、350ミリ抽出、ね、いつもの感じで入れてみました。さあ、どんな具合でしょうか。飲んでみましょう、生きがいコーヒー。あー、生きがいありますね、これ。生きがいあるわ、これ。うん、すっきり、すごい美味しい、美味しいですね。うん、なるほど、これで僕は今日も生きがいを感じて生きていこうかなと思います。